加藤平四郎の肖像写真、加藤平四郎から1935年3月18日は、日本の政治家。衆議院議員、自由統計感染県知事、甲府市長。三正河国間島郡高田村で、岡山藩士加藤良の4、男として生まれる。岡山市藩学校卒業後、小学校教員となる。その後、自由民権運動に加わる。 国会開設運動に共本し、演説会を中止解散させられた腹犠に、国安委妨害中止孤児と対処した白木の遺廃を作り、弁士一らとそれを水槽に付した逸話などがある。1890年7月、第1回衆議院議員総選挙で、岡山県第7区に自由クラブから出馬し当選。1894年3月の第3回総選挙まで、 連続3回当選。第4回総選挙で落選したが、1898年3月の第5回総選挙で返り咲き、衆議院議員を通算4期務めた。第1次、大熊内閣の成立により、1898年7月、静岡県知事に投用された。1899年8月、山梨県知事に転じ土木事業。 教育事業を推進した。1901年8月14日、知事を給職となる。その後、1907年4月に、甲府市長に就任し1915年8月まで、務めている。甲府市長在任中最大の功績は、1909年から1912年までの4カ年にわたる、上水道工事を完成させたことである。また、 甲府市柳町の初代甲府市役所庁舎を甲府市あよ町に新築移転するための校を1914年3月に起こし、1915年10月に完成させている。ありがとうございます。